子供の時の勘違い。その2、ドッジボール編。ドッジボールのルールで、ボールを持ったまま自分のエリアのラインを出ると、ラインオーバーといってボールの所有権が相手チームのものになるというものです。私の地域では、このルールを、線で、と呼んでいました。ルールがわからない。私は、みんなが、線でだ、線でだ、言ってるのは、聞いて、ボールに当たったことを、宣伝してる、と思ってました。球技が得意な、皆さん、球技が苦手な、人にも優しく、教えてあげて、ください。